20世紀、20世紀、20世紀、20世紀とは、西暦1901年から西暦2000年までの100年間を、指す世紀、2000年期における最後の世紀である。漢字で20世紀のほかに、20世紀と表記される場合もある。20世紀の人類の科学の発展は著しかった。飛行機、潜水艦、宇宙ロケットの開発により、 人類の行動可能な範囲は、空へ深海へ宇宙へと拡大した。そして、北極点、南極点への到達などにより、地球上での人類未踏の地は、ほぼなくなった。科学の発展は、産業の発展をもたらし、大量生産、大量消費の社会を生み出し、人々の生活を豊かにした反面、環境問題など多くの解決しなければならない、諸問題をも生み出した。 さらに高度な科学技術は極めて破壊力の大きい兵器をも作り出し、現在では人類を何度も滅亡させることのできるほどの核兵器、科学兵器が存在する。また、産業革命以降に増加のペースが速くなっていた世界人口は20世紀に入り人口爆発とも呼ばれる急激な増加を見せた。20世紀初頭に約15億人だった世界人口は 第二次世界大戦終結後の190年に約25億人となり、それからわずか50年しか経ってない20世紀末には2倍以上となる約60億人にまで膨れ上がっている。20世紀は二度の世界大戦とその後の冷戦、植民地の独立などにより何度も政治的なパワーバランスの大きな変化が訪れた。十九世紀までの西欧列強による 植民地争奪競争と市民革命の流れは終わりし、20世紀の初頭には列強による本国と獲得した植民地保護、帝国主義体制を維持するために勢力均衡による安全保障が図られるようになり、また市民革命や人権問題、白人市場主義と同においては後回しとされがちだった社会改革、改良への要求が強まった。また、 日本の近代化の成功や日露戦争の勝利に刺激され、中国では侵害革命が起き、またイスラム圏の民族運動が盛んになった。列強による勢力均衡が破れた時、第一次世界大戦が勃発した。この大戦は総力戦となり、ヨーロッパは疲弊し国際的な影響力が弱まった。また、沿線気分と先制政治への反感から、 ロシア帝国では、史上初の社会主義革命が発生し、世界最初の社会主義国家である、ソビエト連邦が成立した。この大戦において敗戦国となった、オーストリアイコールハンガリー帝国、ドイツ帝国、オスマン帝国もまた、ロシア帝国同様に崩壊し、ローマ帝国以来およそ1900年以上の長きに、渡って続いてきたヨーロッパにおける、帝国支配の歴史は、名実ともに、 崩壊の時を迎えた。その後の1930年代には世界恐慌が発生し、ここで行き詰まった数軸国と植民地大国である連合国との間で第二次世界大戦が勃発し、第二次世界大戦が終わると二度の世界大戦を勝ち抜いたアメリカ合衆国は超大国となり、資本主義国を勢力下に置いた。さらに、 黒人の公民権運動などにより、アメリカの民主主義はより高度なものに転した。一方、これまで数百年の間欧米諸国、それも第二次世界大戦の小戦国の植民地となっていた。インドや東南アジアでは独立運動が高まり、インドネシア独立戦争を火種に次々と独立していた。東南アジアでの独立運動は同じように欧米の植民地だった。 中東やアフリカ大陸にも波及しアフリカの世紀と呼ばれる時期が訪れる。ソ連も大戦中に東欧諸国を衛星国化して超大国となった。両国は対立し冷戦と呼ばれる時代となった。ヨーロッパ諸国はアメリカや日本の経済力に対抗するため EEC、欧州経済共同体を発足し、さらに EC、欧州共同体、EU。 欧州連合へと統合を進めた。ナショナリズムの高まりと西欧諸国の弱体化に伴い、植民地の大半は独立し、第三世界と呼ばれるようになった。その後、東西の緊張感は、デタントの時期も存在したが、再び米ソ間は、緊張状態に陥った。その後ソ連ではゴルバチョフがペレストロイカを進めるとともに、軍縮と緊張緩和に努め、 1989年12月、マルタ海岸で、ジョージ・ブッシュ大統領と冷戦の終結宣言した。しかし1991年には、ソ連共産党の支配体制の緩みが抑えきれなくなり、ソ連の崩壊を迎えた。東欧諸国では、ソ連の支配が緩むと、東欧革命が起きて自立し、冷戦時代は過去のものとなった。しかし、冷戦時代に表に現れなかった。 民族間の対立が露呈し、アフリカやバルカン半島などの各地で民族紛争が発生した。アメリカ合衆国やイギリスをはじめとした欧州諸国では、世界恐慌による経済危機を克服するため、公共事業による雇用確保や景気回復を図ったり、社会保障制度を構築する社会政策に力が注がれた。市場メカニズムを活用しながら国家が 経済に介入することによって矛盾の克服が目指された混合経済大きな政府。戦後混合経済政策は社会自由主義政党や社会民主主義政党だけでなく保守政党にも採用されて各国に未曾有の経済成長をもたらし世界的に経済規模は拡大を続けたがオイルショック以降国家にかかる財政的な負担が目立ち始め多くの国では 不況とインフレーションに見舞われたスタグフレーション。そのため、英国や北米、日本などでは1980年代から民間の自発的な活力を期待して各種の法的な規制を緩め、規制官は公営企業の民営化による解体を行う新自由主義もしくは小さな政府とバレる政策が新保守主義と結びついて推進された。一方、北欧などでは 自発的な住民自治を期待して1980年代から政府機関の文献化を進め、環境などの新たな価値を取り込んで、福祉国家の再編成が図られた。ソ連の崩壊で唯一の超大国となったアメリカは、世界をリードしグローバル化を進めることになった。20世紀科学の特徴としては、以下のような点が挙げられる。他多数、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。